かよいしょはい、ではいきましょう。これね、英語ですか英文法を教えてくださいって、チャット GPT に聞きました。そうするとこんなふうになってます。で、ここから読んでいきましょうね。死語からせー。一緒にこれ読みましょうね。こういうのも全部読むからね。この音読することで、まあ、一番ストレスがなく、短時間でいろんなことを吸収することができます。 暗記ということを考えると、それほど効果はないのかもしれませんが、音読することによって体に、えー、まあ、スポーツのようにね、染み込んでいくので、無意識のうちに。だから、えっと、その、とっさに何か言うときとかに考えなくても出てくるようになりますから、それが本当に使えるってことですからね、ここから読みましょうね。せーの。主語プラス動詞。S プラス B。シンプルな文。 仕事動詞だけで短い文を作ります。で、I eat. 私は食べます。She sleeps. 彼女は寝ます。はい。声に出していきますよ。声に出して一緒に読みましょうね。ここね。せーの。現在形と進行形。現在の習慣。今していること。現在形。日常的なことや習慣。I go to school every day. 毎日学校に行きます。現在進行形。 今していること。I am studying English now. 今英語を勉強しています。過去形、過去の出来事を話す。動詞の過去形で過去の出来事を表現します。I visited Tokyo last year. 昨年、東京を訪れました。不規則変化。go, went, have, had. 未来形、未来の予定や予測。will や be going to で未来のことを表現します。I will call you later。後で電話します。I am going to travel next week. 来週旅行に行く予定です。疑問文、質問をする。yes, no 質問。動詞を前に出す。 Do you like coffee? コーヒーは好きですか ?Are you coming? 来ますか ?Wh 疑問文疑問詞を使う Where are you from? どこから来ましたか ?What time is it? 今何時ですか命令文指示を伝える主語を省略して動詞から始めます Please sit down. 座ってください。Don't be late. 遅れないでください。助動詞可能性、依頼、義務を表現する。can 可能性や能力。I can swim 泳げます。should 助言。You should see a doctor 医者に見てもらうべきです。 must, give, you must wear a seatbelt, シートベルトを締めなければなりません。前置詞場所や時間を表す。in, on, at など。これなんかどうにかなんないか。あ、バツ。あ、ここもダメだ。バツ。使い、場所や時間を表します。例 I am in the room. 私は部屋の中にいます。The party is at 7 pm. パーティーは午後7時にあります。<laughs> すみません。<laughs> えっと、比較級最上級。比較する。比較級何々より。より何々の方がいいかな、これ。これちょっとより何々の方がいいね。 ちょっとしっこ,いなこれ、えー、っとこれでいけるかなあここだね。<laughs> This bag is cheaper than that one. このカバンはあれより安い。This is the best restaurant in town. これは街で一番のレストランです。If 文条件を表す。条件を使って何かが起きた場合の結果を表します。 If it rains, we will stay we home. 雨が降ったら家にいます。If I were you, I would apologize. 私があなたなら謝ります。関係代名詞2つの文をつなぐ。Who, which, that? 消しましまょう。めんどくさい。ほい <coughs> I met a person who speaks f r e n c h フランス語を話す人に会いました。This is the book that I borrowed. これが私が借りた本です。家庭法。現実と異なる状況を話す。もし何々だったらという家庭の話をします。If I had more time, I would travel. もっと時間があれば旅行するのに。えー、そうですね、ここまでにしましょう。